まもなく開会いたしますので、どうぞご着席ください。一言で皆さん方が健康で明るく元気な生活をできるようにしていくということは、大変に重要性を欲してるのかなという思いを持っております。代表いたしまして、堀口自治会特別議員貴族様、壇上にお進みください。堀口自治会特別議員貴族殿、あなたは多年にわたり健康の保持増進に積極的に取り組まれ、その功績は誠に顕著であり、他の模範であります。よってここに表彰します。受賞者を代表いたしまして、個人の図吉田哲郎様、団体の図吉田哲郎殿、あなたは多年にわたり献血事業に積極的に協力し、献血の推進に寄与された功績は他の模範であります。社長を贈呈いたします。受賞者の代表、ゲームをしたり歌を歌ったり脳トレをやったり、大変みんな家族のように毎回楽しんで、面白くやっております。もうみんな元気です。これからも頑張って、皆さんのためにやっていきたいなと思っています。100回献血やったんですけど、なかなか仕事の都合とかなんかで、途中結構できなかったことがあるんで、結局何年ですか、45年ぐらいかかって100回になりました。で、表彰されたんで、とても光栄に存じます。一番楽しいって聞いたら、食事が楽しい 44%、46%、40%、55%、みんな食事が楽しい。まあ、一応歯科ですからね、デンタル機関を持っているんですけども、歯の大切さをご理解いただき、タバコをやめていただいてね、始まる気がする茨城県独自の目標の64人を達成していただいて、元気で長いね、こんなふうな80歳で29本、80歳で30本、みんなたくさんある高齢者は元気、生活の質を保っていらっしゃる。今日はどうもご清聴ありがとうございました。